動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはこのまま待っていればあの人から連絡は来るのかというテーマで、お相手の方がですねなかなかこう連絡を送ってくれなくなったり、まあ突如ねちょっとこう状況が変わってまあ音信不通になったりっていうね方もいると思うんですが、まあそのお相手の方をですね待っていたら連絡が来るかどうかというのをですねリーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきたいと思います。ティンシャの音色にはですね、この場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひね皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね始めてまいりますが、選択肢左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、 A のカードですね。 A はこちらのポータルというカードになります。扉というカードですね。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。はい、続きまして B のカードです。 B はこちらのですね Your life is a canvas というカードで、まあ、人生は白いキャンバスのようだというねカードになります。はい、こちらが B になります。はい、そして最後 C のカードです。 C はこちらの The Blue Flame っていうカードで、青い光というねカードになっています。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのポータルというカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、このまま待っていれば連絡は来るのかというテーマで、まあ、お相手の方からの連絡ですね、まあ、これが来るのかどうかっていうのをですね見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方の今の状況というのと、あなたとの連絡に対してねお相手の方はどう思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、そしてですね、このまま待っていれば連絡は来るのかどうかっていうのをですね見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方の今の状況と、そしてですね、あなたとの連絡に対する、まあ、本音と言いましょうかね、どういうふうに感じていらっしゃるのかっていうのをですね見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきましょう。上のカードがですね、お相手の方のですね、まあ、今の状況を表すカードになっております。下のカードですけれども、こちらがですね、お相手の方があなたとの連絡に対しての、まあ、思っていらっしゃること、本音をね、表すカードです。はい。ではですね、早速カードをオープンしていきます。うん。うん。なるほどですね。はい。うん。はい。ではね、見ていくんですが、もともとですね、お相手の方としては、なんて言うんでしょうかね、ちょっと自分の波に乗っている時しか、連絡を返さない方なのかなと思います。なんかこう、あなたのことを、思ってというかね、なんかこう、それよりかは自分のタイミングで、自分のペースで、自分の気分が乗った時に、みたいなね、なんかそういう軸で、連絡をするようなタイプの方なのかなと思うんですが、その中でですね、まあ、いわば、まだこう、波に乗ることができていないので、連絡が返せなくなってしまっているんじゃないかなというふうに思うんですが、うん、まあ、ちょっとね、このあたりそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。まずはですね、上のカードです。お相手の方のですね、今の状況を表すカードになるんですが、まあ、一つ言えるのは、あなたとの連絡を返していない間に、例えば他の人とのね、連絡をこうやり取りしていて、で、そっちの関係進めてるみたいなことではないと思います。うん。というのも、こちらのカードが出ているんですが、ワンドのページっていうカードがこれ逆位置なんですが、これ逆位置になりますと、予想以上の困難に遭遇するっていうカードであったり、不安定な立場っていうことで、お相手の方が想定していた以上の何かこう困難であったり、まあ、うん、忙しさであったりですね、過酷な状況っていうものが今訪れてしまっているわけなんですね。うん、これが連絡を返せなくなっている理由というか原因だと思います。うん。だから、そのあなたとの連絡が滞っている間に他のところでみたいなのではないのかなと、そもそも連絡すら、ちょっとこうつかない、どんな人でも連絡がつかないような状況になってしまっているっていうことが、うん、まずはね、このカードから読み取れるわけなんですが、あとはですね、まあ、ここのカードもそうで、ペンタクルのエースっていうカードが逆位置になるんですが、成果を手にするっていう意味のカードなんですね、正位置の時には。でもこれ今回逆位置で出ているわけなんですけれども、成果が出なくてこう行き詰まり、手詰まりな状態っていうことであったりだとか、まあ、才能を発揮できない状況とかですね、期待外れの成果っていうね、カードでもある通り、なかなかね、これだけ努力してこれだけの結果が出るだろうっていうような期待とか見込みがあるにもかかわらず、それ通りになっていない、むしろ予想とか期待を下回る結果しか出なくて、すごく不満を抱いていたり、苛立ちが募っていたり、まあ、焦りがね、こう、なんでしょうか、出てきていたりとかですね、そういう状況なので、今、連絡を取っている場合じゃないっていうような、まあ、考えとかね、思考になって、連絡を返せないでいるのかなと。で、グレート&フルっていうのは、まあ、これですね、まあ、自分を、満たすっていうカードなんですけれども、カップがね、描かれていてですね、カップに水が注がれているわけなんですけれども、このカップっていうのは心の器とかを表すわけなんですが、今、だからその自分の心を満たすので精一杯。まあ、言うならば自分の心を満たすことすらできていないわけですね。焦りとか不安とか、ね。そういったものによって。だから、お相手の方としてもあなたへの連絡っていうのがとてもこう遅れるような、まあ、体力的な部分ももちろんそうなのかもしれないですけども、特に精神的な部分で遅れるような状況ではないのかなと思います。で、連絡に対してどう思っているのかっていうことで冒頭の話になってくるわけなんですが、そもそも連絡っていうのはお相手の方ね、自分の調子づいている時しか返さないタイプの方だと思うんですね。自分がちょっと落ち込んだりだとか、うまくいっていない時には、あなたがにどう思われようが、まあ返さないみたいな。でも自分がすごくね、なんかこう、うまくいっている時とか、調子に、ね、こう、調子の波にこう乗れている時っていうのは、まあ結構こう返してくれるっていうところがあったんじゃないかなと思うんですが、それが今まさに波に乗れていないので、うん、返せないでいるっていうね。まあまさにこう、意思疎通が図れないっていうようなカードも出ているので、ちょっと見ていくんですけれども、
まずここですね、エンペラー皇帝というカードが出ました。皇帝というのが、まあ、自信を表すカードなんですね。まあ、皇帝、まあ、皇帝はですね、まあ、結果を出したりですね、何かこう、繁栄を築いて、それによって、まあ、いわば実績を伴ってね、自信がついているっていうカードになるんですけれども、逆位置になると、その自信の喪失っていうことで、今、自信がないわけですね。うまくいっていなかったり、これだけ頑張っているのに期待外れな結果しか出てきていないということで、自分に実力がないっていうふうに思ってしまい、自信をなくしてしまっている。そうなると、意思疎通が図れないっていうカードが出ていて、カップの2っていうカード。これが正位置だったらば、まあ、コミュニケーションとか意思疎通が図れるっていうカードになるんですが、これ逆位置だと、意思疎通が図れず、まあ、信頼関係がギクシャクするっていうことであったり、まあ、誤解を招くとかですね。まあ、そういったカードになるんですね。だからお相手の方としてはそのね、自信がある時にはコミュニケーションを取ってくれるけども、自信がない時にはあなたとコミュニケーションを取ってくれなくて、今まさに連絡がないってことは自信のなさの表れだと思ってください。だから好意がなくなったとかではなく、自信のなさの表れっていうことですね。で、いつ受け取りディファレントっていうカードで違っていても大丈夫っていうことで、もしかしたら今まで以上にね、その連絡っていうものが来ない期間が、なんでしょうかね、こう歴代で最長のね方もいるかもしれません。今までだったらば来なくても、例えば数日間とか、翌日までには来ていたみたいなね、そういったものがあったのかもしれないけれども、例えば今はもう1週間来ていない、1ヶ月来ていないとね、いつもと違うパターンの状況にね入っている方もいるかもしれないですけれども、それでも大丈夫だよと。大丈夫って何が大丈夫やねんっていうことなんですが、まあいわばその気持ちがなくなったわけではないよっていうことですね。自信がなくて連絡が返せていないだけで、気持ちがなくなったわけではないよっていう意味の OK ということで、まあお相手の方としてはその今の連絡を返していない状況が、何でしょうか、こう、あなたにね、恋の終わりを告げているとかですね、なんかフェードアウトを、なんだろうかな、こう、考えているとか、そういうわけではないのかなというふうには思います。あなたのことはもう嫌いですみたいなね、無言のメッセージっていうわけではないと思います。はい。ではですね、まあ、このまま待っていればですね、あの人からの連絡は来るのかどうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思いますが、このまま待っていれば連絡は来るのかどうかっていうカードです。そうですね、待っていれば連絡来るかなと思いますし、むしろあなたから追いかけて連絡はしない方がいいっていうのが出ているので、ちょっとねこのあたり見ていくんですけれども、まず、ここからね、見ていきましょうかね。ワールドっていうカードが出ました。世界というカードですね。世界を離れたところから見守っているっていうね、そういった姿があります通り、今はね、その一定の距離を空いた状態であって、開けてね、何かを見守っていた方がいいということなんですね。地球っていうところに、こうね、わざわざ自分で赴くというよりかは、ちょっと離れたところから見守っていて、いる方がいいし、見守っていることによって地球からのね、こう、迎えが来るっていうような、カードなんですね。だからそれを連絡っていうものに置き換えるとするならば、あなたの方から赴くっていうのは、この連絡が来ていない状況の中で、あなたからこう連絡をするとか、まあすでにあなたからもう送っているんだけども、それに対して返ってきていなくて、またこう追いライン、追いメール、追い電話、みたいなことをしてしまうのは良くないってことなんですね。まあ、その、来ていないんだったら来ていないということで、まあ、待っていた方が連絡は来るよっていうね。まあ、そういったカードになっています。で、あとどれぐらい待てばいいのかっていうところに関して、この29という数字が描かれています。ですので、29というね、数字まで待つ方がいいのかなと思います。まあ、あと29日後っていうことでもありますし、あとはね、まあ、直近の29日まで。ですね。だからこの動画をどのタイミングで見ていただいているかっていうことにもよるんですけれども、もう29日を過ぎているのであれば、次の29日
までとか29日後ということですね。うん、それぐらいちょっとこう待った方がいいのかなとは思います。うん。で、ワンダリングパスっていうのは、これ曲がりくねった道っていうことなんですけれども、なんかこう地図をね、見ている、まあ、動物がいるわけなんですが、エンジョイ・ザ・ジャーニーっていうね、旅を楽しむっていうことなんですけれども、まあ、決してね、ちょっと楽しんでいるっていうような心境ではないと思うんですけれども、お相手の方としては本来計画していたルートっていうのがもう通れなくなってしまったので、だから違うルートを今、こう検索している状況なわけですね。先ほども予想外の出来事、困難に遭遇しているっていうのがね、あったと思うんですけども、それさえなければ、あなたとの、なんかこう、今後の計画みたいなのがあったわけですね。このタイミングであって、こういう風な段階を経て、こういう風な関係になっていくみたいな、そういうなんかルートというか、計画があったわけです。でも、それが予想外の困難が起こったことによって、ルート変更をしなくちゃいけなくなったわけですね。そのルートを今考えていらっしゃる、状態だから、そこに、だからあなたがこう追いかけるってなると、いわばプレッシャーになっちゃうわけですね。今ルートを考えてるから、みたいな感じで。うん。だから、まあそういった意味でも待ってあげた方がいい。お相手の方はそのルートができた時に、ちゃんとあなたに対して動こうっていうふうにはね、思っていらっしゃるのかなと思いますので、まあ自分から動くというよりかは待っていた方がいいと思います。で、あとはですね、この、今、エマージングっていうカードなんですけども、これ出現するっていうカードですね。だからお相手の方から出現してきてくれると。うん。なんかこうね、目がこう、花が開いても、目がこう、ニョキってこう出てきているような形で、ね、時が来ればお相手の方がこう、現れてきてくれると。うん。で、どういう時なのかっていうと、ここね、太陽を掴んでいる人がいる通り、太陽というのは明るさとか元気よさとかですね、活気とかエネルギーっていうことを表すカードなので、エネルギーを得た時。っていうことですね。例えばそれはまあ元気になった時とか回復した時とかね、気持ちが上がってきた時とかですね。うん、まああとは明るい成果を手にした時とかね、前向きになれるような結果を掴んだ時とかですね。まあそれこそ先ほど自信の喪失っていうのがありました通り、自信をね、またこう取り戻せるような何かを掴んだ時に、お相手の方の方からあなたのところに出現する。まあ、現れてきてくれる。それは連絡っていう場合もそうだし、実際に会うっていうこともそうだと思うんですけれども、そういった形で現れようとは思っていらっしゃるから、待っているっていうことですね。自分からこうね、あなたの方からお相手のところに出現して、しに行くんじゃなくて、あなたはあなたでその場で待っていた方がいい。で、お相手の方がね、今ルートを検索しながら何か結果をつかんだ時に現れてきてくれるっていうのが出ていましたので、うん。まあ、そういった意味でもね、待っていた方が、いいのかなと思いますし、待ってあげることが愛なのかなとは思います。うん。そしてね、こちらのカードを見ていくんですが、ポータル扉っていうカードになっています。このね、扉が開かれた、この、その目の前にね、いる人がいますけども、これがあなたですね。で、この扉っていうのは変化の扉になります。だからあなたには変化、するね、扉が開かれているわけなんだけれども、そこに入っていくか入っていか、いかないかは自分の意思なわけですね。うん。もちろんこの扉の先がどうなるかわからないという恐怖があるからなかなかね、その、変われるチャンスだっていうふうに思っていたとしても行動ができない方もいるかもしれないですけれども、ね、そこに対してやっぱこう飛び込んでいけるか。で、ここでね、思ってほしいのが、じゃあお相手の方に勇気を持ってね、何か行動を起こせばいいのかっていうとそうじゃなくて、あなたを変えるチャンスっていうことですので、うん。二人の関係を変えるね、チャンスっていうのは待っていた方がいい。待っていた方が増えるっていうことですので、これはあなた自身を変えるチャンスの扉だと思っていただけたらなと思いますので、そのね、扉にこう飛び込むか、それとも飛び込まずにいいですね、今までのと同じままでいるかっていうことをね、考えて、まあ自分ではどうするかっていうのをね、こう自分の意思でやっぱこう動いた方がいい。誰かに背中を押されて、ね、この、あととと、みたいな感じで入っていくようでは、ですね、やっぱりそれは、まあ後悔につながってしまったりね、なかなかこう、どこかでこう言い訳をしちゃうというところもあると思いますから、まあ、自分自身でね、こう歩みを進めていくっていうこともすごく大事だっていうね、結果になっておりました。はい、ということでリーディングは以上となるんですけれども、最後はねこちらについてお話ししていきます。今回はよく買い物するデパートはということでね、こちらご質問いただいた内容になります。ご質問ありがとうございます。そうですね、まだね、デパートで買い物をするっていうのがあんまり本当に特別な時しかないんですが、そうですね。よく行っていたのは、西武百貨店か、あとは丸井
かなっていうとこなんですけれども、どうでしょうか。皆さんはあのデパートとかでよく買い物されますでしょうか。される方がいたらですね、ぜひコメント欄で教えていただけたらなと思います。はい、ということでね、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しているのでチェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの Your Life is a Canvas というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、このまま待っていればあの人からの連絡は来るのかどうかということでね、まあお相手の方からの連絡はどうかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の状況とあなたとの連絡に対する、まあ、本音ですね、というのを見ていきたいと思います。そしてね、お相手の方からの連絡っていうのはこのまま待っていれば来るのかどうかっていうところもですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速ですけれども、まずはお相手の方の状況とね、あなたとの連絡に対しての、まあ、お相手の方の本音っていう部分からですね、見ていこうと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードがお相手の方の状況です。下のカードがですね、あなたとの連絡に対する、まあ、本音という部分を表しているカードです。では早速見ていきましょう。なるほど。ではね、見ていくんですが、あのね、まず言えることとしては、あなたとの連絡がすごい億劫だなとか、めんどくさいなとか、もう嫌だなとかね、なんかそういう感情を抱いてるわけではないのかなという結果です。ただ不安はある。あなたとやり取りをしている中で、どこかこう不安を感じちゃうところがあって、それはね、あなたとの将来のことを考えているからこその不安なわけですね。で、あなたが悪いとかではなくて、そのやり取りをしていく中で、自分はこの人をちゃんと幸せにできるのかなっていう不安をね、意識しなくても感じちゃっていたわけですね。で、それがまさにちょっとこうね、今、あの状況を見ると、もしかしたら幸せにできないかもって考えちゃうような、状況になってしまっていて、それが原因でね、ちょっとこう帰ってきていないのかなとは思うので、まあちょっとこのあたりいいですね。それぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思います。はい。ではですね、まずは、上のカードですね。お相手の方の状況を表すカードになるんですが、
まずここが出ています。ジャッジメント審判というカードは逆位置です。これね、正位置であったらば、再生復活とか状況が好転するということで、辛い状況がもう終わりを迎えて良い状況へと変わっていくっていうカードになるんですね。だけれどもこれが逆位置になりますと、苦しい状態が続いていると、逆境が長引くっていうことであったりだとか、苦境というねことを表すカードであったりだとか、まあ、そういったねこう、辛い状況がこう続いていると、夢や目標を諦めざるを得ない状況でもあるということであったりだとか、まあそういう状態なんですね。まあ不況とかもね表しますけれども、だからそれによってですね、まあちょっとこうお相手の方としては、その状況下にいるとあなたを幸せにできないかもっていうふうに思っちゃって連絡をするっていうような気持ちがちょっとこう減っていってしまった。今自分とやり取りをしても、幸せになれないし、なんかこう自分の負のね、エネルギーをあなたに与えてしまうかも、みたいなところもあって、まあ連絡を、まあ返していなかったり、ね、していないっていうのがあるのかなと思いますが、その中でですね、まあここなんですけれども、このブロークンオープンというのは、なんかこう、まあブロークンというのはこう、打ち砕かれるみたいなんで、オープンと開くっていうことなんですが、これ悟りを開くっていうカードなんですね。うまくいかない状況が続いていることによって、今までなんかこう落ち込むっていうのはもちろんあったと思うんですけども、同時にね、なんかこう悟りを開かれた。じゃあこの状況をね、ネガティブに捉えるんじゃなくて、こういう風に捉えてみようみたいな、なんかこう違う捉え方を今しようとしていらっしゃるわけですね。あなたに連絡が起これないこの辛い状況っていうのを、ね、本当だったら落ち込むとか、もうなんでやねんみたいな、ちょっとこう怒りをね、ぶつけたくなるような、形で捉えていたのを、ちょっとなんかこう違う形で捉えてみよう。じゃあこの機会に、なんかこう自分を見つめ直してみようとか、自分のね、何かをね、取り組んでみようとか、焦らずにね、何か着実にやる方法に変えてみようとか、なんかこう捉え方を今変えていらっしゃるわけです。そうすることによって、ここなんですけれども、創造の7っていうカードが逆位置になっていて、これはですね、健全な状態を取り戻すとかですね、あとは計画の遅れを正すっていうね、カードになるわけなんですが、だから考え方、捉え方を変えることによって、ね、なかなかこう苦しい状況が続いているけれども、それを健全な状態に戻そうとね、努力していらっしゃったりだとか、計画がね、ちょっとこう遅れてしまっているとは思うんですけれども、その遅れを取り戻そうとしてはいらっしゃるっていうことなので、決してね、あなたとの恋をもう放棄したっていうわけではなく、むしろちょっとでもね、なんかこう今の辛い状況に抵抗しようというかね、あがくっていう言い方だとちょっとあれですけれども、なんかこう一矢報いようとしてですね、まあ、逃げずにね、取り組み続けていらっしゃるのかなと、苦しい状況にも立ち向かい続けていらっしゃる、そういう状況だと思います。で、あなたとの連絡に関してはどう思っていたのか、どういう風な、ね、本音があるのかということで、まずここなんですけれども、ペンタクルの10というカードが出ているんですね。これは満ち足りた環境とか繁栄とか安定ということで、あなたとやり取りをしている中でね、していってる間に、まあ、いわばあなたとの関係をね、これからも長く続く安定した関係にしていきたいなっていうふうに思っていたり、今よりももっと繁栄させていきたいなとかね、満足のいく、ですね、関係にしていきたいなと。まあ、これ自己満じゃなくてね、あなたも満足するような関係にしていきたいなっていうふうに思っていらっしゃったわけですね。そのやり取りをしている中で、トライサムシングニューっていうのも、これ新しいことに挑戦するっていうカードの通り、なんかこう新しい関係にもなってみたいっていうことですね。だからまだお付き合いをしていないっていうのであれば、お付き合いをしていくとかですね。まあ未知の領域だと思うんですけれども、まあそういった新しい関係になってみるとか、お付き合いをしているっていう方でも、なんかこう今まで、ですね、なんかこう進めなかったところにも進んでいきたいとか、まあくっついたり別れたりっていうような場合でも、なんかこう考え方とかね、取り組み方とかね、なんかこうお互いの、まあ同じことをね、繰り返さないために、なんかこう新しい取り組みを取り入れながら、もう一度あなたとの関係にトライしてみようとかね、なんかそういう風に感じていらっしゃったわけですね。で、ここなんですけれども、ソードの9っていうのは、これね、苦しい状況が思ったほどですね、長く続いていけ言ったことによって出てきたものなのかなと思うんですけれども、これはですね、ソード9っていうのは、将来への不安とかね、憂鬱とかですね、まあ、あとは損失の予兆とかですね、心の傷っていうことで、だから不安な状況が、あれ、まだ終わらないぞ、まだ終わらないぞって思えば思うほど、なんか将来が不安になってきてしまい、あなたと一緒に、やり取りをしていてね、自分なんかがあなたをね、幸せにできるのかなとかですね、なんかこう不安な状況の
に陥っていたがゆえに、なんかこうあなたにもね負のエネルギーを撒き散らしてしまいそうだなっていうような思いがあって、だん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 ですね、こうあなたへの連絡っていうのがこう滞ってきた、回数が減ってきたわけですね。だからそのあなたになんかこうね変なパワーとか、まあパワーとかエネルギーみたいなものを与えないために、うん、ちょっとこう連絡を減らしていらっしゃるっていうところはあったりするのかなと思います。うん。ちょっとね、お相手の方も自分で自分をね、コントロールできなくなっていた部分もあったので、まぁ、ちょっとこうね、連絡っていうのを控えていらっしゃったっていうのはあったのかなと思うので、特にね、あなたのことが嫌いになったからみたいな、そういうね、ちょっとこう、あなたが今心配しているような理由というかね、感情で連絡を送らなくなったっていうわけではないのかなと思います。はい。ではですね、次にこのまま待っていれば連絡は来るのかどうか見ていきましょう。ではですね、見ていきたいと思いますが、このまま待っていれば連絡が来るのかどうかっていうカードです。うん。はい、ではね、見ていくんですが、うん、待っていれば連絡が来るというか、てか待つべきだっていうようなカードが出ているので、うん、あのね、下手にね、追いかけたり近づきすぎると、その方がもう連絡が来ない可能性をぐんとね、増やしてしまうっていうのが出ていますので、ちょっとお伝えしていきますけれども、まずここですね、見ていくんですが、サンクチュアリーっていうカードが出たんですね。これ、聖域っていうカードになります。お相手の方はね、聖域を持っていらっしゃるわけです。誰にも、踏み入られたくない聖域を持っていらっしゃると。うん、なんかこの毛布にくるまっているようなね姿がありますけれども、まあこれがお相手の方が誰にも入ってきてほしくない聖域っていうのがあるわけですね。で、今連絡がなくて心配で不安で、あなたとしてはお相手の方に近づいたりだとか、お相手の方の様子を知りたいとかね、どう思っているのかっていうのを知りたくて、この聖域に入ろうとする入ったものならば、もうねとてつもなくあなたのことをこう拒んだりだとか、なんかこう突き放すようなことをされてしまうから、不安だけれども、なんかこうね、ある程度ね、ちょっとこう行動は起こしてもいいけれども、こう近くに行き過ぎない方がいいと思います。聖域っていうのがあるのでね。誰にもこう、自分だけが痛い聖域みたいな。まあ聖域で領域みたいな、ね。だからここに入ってしまわないように今待っていた方がいいということですね。で、その中で、まあ、いわば、ちょっと殻に閉じこもっているっていう見方もできると思います。うん、で、ワンダラスユニバースっていうのは脅威の宇宙ということなんですけれども、ウォークインビューティーということで、美の中を歩く。まあ、いわば美しさをですね、感じながら、ですね、歩くということで、まあ、世界の美しさを感じられるようになっているっていうのは、まあ、心の余裕っていうものを取り戻すことができたり、何かこう自分のね、思い通りに物事を進められるようになった時に、まあ、なんて世界って美しいんだ、みたいなね、そういうふうにこう感じられると思うんですけれども、まあ、そういったね、ことを感じられるようになった時に、お相手の方はあなたに連絡っていうのを送ろうと思っていらっしゃる。ね、世界って素晴らしいっていうふうに思えるようになった時には、あなたとの未来を考えた時にも、なんかこう明るい未来を実現させられるっていうような、まあ、メンタリティというかね、そういったこう思考回路になっていると思うので、その時にお相手の方は、うん、あなたに連絡を返そうと思っているし、そうなるまではちょっとこう自分の聖域の中に一人でいさせてほしい。っていうふうに思っていらっしゃるっていうところがあるから、だからその実際に会いに行くっていうことだけがこの聖域に入っちゃうっていうことじゃなくて、連絡を送りすぎるっていうのもこの聖域に入っちゃうことなんですね。一通ぐらいだとまだそこ入ってないけども、ね、一通帰ってきなくな、来なくて、二通、三通、四通、五通、六通とかになっていくと、こう聖域にどんどん入っちゃっていくことになるわけですね。うん、だからこの来ていないんだったらば、今こうね、改札に待っていた方がいいと。いうことですね。うん、
で、こちらのカードになりますけども、テンプルパスっていうカードで、これ、まあ、寺院への道っていうカードになります。で、寺院というのは、まあ、お寺とか神社で、まあ、いわばスピリチュアルなスポットになるわけなんですけども、これ、まあ、スピリチュアルな覚醒とかね、スピリチュアルな、力によって二人が引き寄せられるっていうカードになります。で、このカードの数字が12っていうところが出ているので、なんかこう、12という数字の時に、ですね、まあ、いわば目に見えない力が働いて、二人が引き寄せられるようになっていく。例えばこれ、12日後っていうこともありますし、何月12日っていうのがすごくね、あの二人がこう急接近するようななんかこう出来事が起こるっていうことであったり、もしかしたらまあ12月っていうね、ことも考えられますし、まあ、あと連絡が来なくなってからの12日目とかですね、まあ場合によってはね、すごい長い期間来ていない方がいるとするならば、連絡が来なくなった、ですね、12ヶ月目、だから約1年。だった時にお相手の方からですね連絡が来るようになるとかですね、なんかこう12という数字の時にすごくねこう2人が引き寄せられるようになっていくっていうのが出ているので、そのタイミングを待った方がいいと思います。自分から追いかけていって、そういうねこうお相手の方と接触するようなチャンスを生み出すよりかは、待ってですね、チャンスが来るのを待っていた方がいい。待たずして追いかけるってことは聖域にね入っちゃうってことになりかねないので、二人の恋においてはあまりプラスには転じにくいんじゃないかなとは思います。で、その待ってる間にっていうことだと思うんですけれども、こちらの選択肢のカードであなたへのアドバイスをお届けしていきます。Your life is a canvas ということで、あなたの人生は白いキャンバスのようだと。だから白いキャンバスを想像していただきたいんですが、今ね、白いキャンバスが目の前にあって、どんな絵もね、描けるわけです。あなたは。すでにキャンバスに絵が描かれているわけじゃなくて、真っ白な状態。だから、ここからね、また、あなたの夢っていうのを描いていけばいいわけですね。これは、お相手の方の恋を諦めて、新しい、なんかこう、恋であったり、新しい人生における、なんかこう、ね、絵を描きなさいっていうわけじゃなくて、別にお相手の方とのね、恋に関する絵を描いていいんです。で、もしかしたら、こう、以前と今では、まあ、状況が変わっていて、まあ、想像できるものも変わるかもしれないけれども、どんな絵を描くのもあなたの自由なわけです。ね。その自由な中で、どういう絵を描くか。そしてその絵を描いていくうちに少しずつね、その絵が現実になっていくっていうところがありますので、そのね、どういった絵を描くかっていうのを今一度ね、まあお相手の方との恋においてどういうふうになりたいのか、理想であって、目標であって、夢であって、願いですね。そういったものをこう描いてみる。今一度ね、まあ実際に絵に描くんじゃなくて頭の中で思い描くっていうのもいいんですけれども、そういったことをしていくことがすごくね、思考が現実にいいですね、反映されていくっていうことにもなりますので、まあ、ちょっとどういう絵をね描くかっていうのをね今考える時期にした方がいいかなとは思います。はい、ということでね、リーディングは以上となりますけれども、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、よく買い物をするデパートはということでね、こちらご質問いただいた内容になります。ご質問ありがとうございます。まあ、そうですね、まだね、そんなにデパートでね買い物をするっていうことは、まあ、本当に特別な時ぐらいなんですけれども、そうですね。よく行っていたところで言えば、西武百貨店か、まあ、あるいは、丸いとかですかね。で、なんかこう、母の日とかね、母親の誕生日の時とか、誕生日プレゼントとかを、まあ、買ったりしていましたけれども、皆さんはですね、そのよく買い物をされるデパートっていうのはありますでしょうか？あったらですね、ぜひコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、A、B をね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、最後にこちらのザ・ブルーフレームというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですけれども、このまま待っていれば、あの人からの連絡は来るのかということでね、まあ待っていれば連絡が来るかどうかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方の今の状況であったりだとか、あとはですね、あなたとの連絡に対してはどういうふうにね、お考えなのか感じているのか本音というところをですね、見ていきます。そして、まあこのまま待っていれば連絡が来るのかどうかっていうところもですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方ですねの今の状況と、あなたとの連絡に対する、まあ、本音っていう部分をですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードがお相手の方の状況、下のカードがあなたとの連絡に対する本音です。では早速見ていきましょう。なるほど、世界をなんか俯瞰して見ているっていうことなので、何かこう冷静にならざるを得ない状況でもあるのかなとは思いますが、はい、ではね、見ていくんですが、まあ今ね、自分がわがままな行動をとっているっていう自覚はあるようです。あなたに対してね。なのでちょっとこのあたり見ていくんですが、まず上のカードからお伝えしていきます。お相手の方の状況ということで、フィーリングザワールドっていうのが出ているんですが、まあ、世界を感じるっていうカードになります。まあ、世界をね、こう、まあ、手にして、それを外側から眺めている、まあ、いわば俯瞰して見ているっていう通り、何かこう状況をね、俯瞰して見なくちゃいけない、状態であるのかなと思います。それだけね、ちょっとこうね、慌ただしい日々であったりだとか、何でしょうかね、こう視野が狭くなっていると、どんどんね、事態を悪化させてしまうような状況でもあるので、ちょっとこう離れてね、一歩こう引いた部分で、まあこう眺めているっていうですね、まあそういったこう冷静さをね、保たなくちゃいけないような状況でもあるのかなと。非常にこう、なんて言うんでしょうかね、まあプレッシャーであったり緊張感のあるですね、日々を今過ごしていらっしゃるんじゃないかなということと、あとはここですね、ソードのクイーンというカードになるんですけれども、このカードが逆位置になりますと、まあ、そうですね。まあ、これは物事がうまくいかないっていうですね、まあ、不安が増えるような状態っていうことであったりだとか、まあ、忍耐力が試されるっていうことでもありますから、まあ、お相手の方は忍耐力、まあ、ちょっとこう、かなりね、耐えていらっしゃるんだと思います。責任であったり、プレッシャーであったり、ですね、期待に応えなきゃっていうようなね、ところであったり、まあ、自分に課せられた、まあ、使命であったりね、そういったものに応えなきゃっていうようなですね、そういった状況になっていて、プレッシャーがどんどんね、かなりお相手の方を、まあ、追い詰めていってですね、で、それでちょっとこう、連絡ができないっていうような状況になっているのかなと。で、ここになるんですが、ペンタクルのナイトっていうのは、これ着実に進歩するっていうカードで、本当は一気にね、なんかこう、そのプレッシャーのかかるような状況を片付けたいっていうところはあるんだけれども、まあそうはなかなかいかないようで、ちょっとずつね、まあちょっとこう自分への負担になるものを減らしているっていうことであったり、まあ目の前の出来事っていうのをこう対処している、解決しているっていうようなカードなので、まあちょっとこうやっぱり時間はかかってしまうのかなと、時間
労力、エネルギー、集中力ですね。まあ、こういったものはちょっとこう奪われてしまっていて、それが原因でおそらく、あなたに対してのですね、連絡っていうのが遅れていないのかなと。で、自分が連絡を送っていないことで、あなたを悩ませていたり、悲しませていたり、まあ自分のね、まあ自己都合で連絡を返していないっていうわがままを発動しているなっていう自覚はあるようで、それがこちらのカードになります。あなたとの連絡に対する本音っていうことなんですけれども、ペンタクルの4というカードが逆位置になりました。まあ、このカードが逆位置の時に、まあ、わがままということであったり、利己的ということですね。そのわがままを発動することによって、パートナーとの対立ということであったり、物事が停滞、遅延しているということで、まあ、本来だったらば、あなたの立場になって考えれば連絡が来ないことで不安になるだろうなとかね、あなたの性格を考えれば連絡をしなかったらこういうふうに考えちゃうだろうなっていうのは分かってはいるんだけれども、それよりもそこを考えるよりも、今はちょっとこう自分のことで精一杯ということで、自分の都合でね、まあ忙しいから、心の余裕がないからとかね、そういうわがままで連絡を返していないっていうのは、これ自覚していらっしゃるわけですね。だけれども、それ以上に、やっぱりここですね、ワンドの10っていうカードは、これはプレッシャーに立ち向かうとか、苦難を乗り越えるっていうね、意味のカードでもある通り、やっぱそれ以上にプレッシャーに打ち勝たなくちゃいけないんだと。ね、今、訪れている苦しさを乗り越えていかなくちゃいけないんだっていう意志の方が強いので、ちょっとこう、わがままさせてもらってますみたいなね、そういう、お気持ちでいらっしゃるのかなと思うんですが、それをね、うまく乗り越えられた後には、ヒーラーっていうカードが出ている通り、ね、ちょっとこう傷ついたものを癒していこうとは思っていらっしゃるわけですね。自分が連絡を送らないことによって、まああなたを傷つけてしまっているというのは先ほどもお伝えした自覚はしていらっしゃるので、その自分が与えた傷っていうのは自分が癒してあげたいっていうふうには思っているっていうことですね。だったらば、ちょっとでもいいから連絡を送ってね、傷を減らしてほしいって思うかもしれないけれども、どうもそのプレッシャーに立ち向かうっていうことと、あなたとの連絡っていうものの両立っていうのがちょっとこうできないような状況だと思うので、ちょっとこう傷つけてしまっているなっていう感覚はあるのかなと思いますが、その分ね、ちゃんとこう埋め合わせをすると言いましょうか、与えた傷に関してはね、まあ自分がまた今後ね、あなたのために動いて、その傷っていうのを癒していきたいっていうふうにはね、お考えでいらっしゃるのかなと思うので、まあ、すごく、なんて言うんでしょうかね、負の感情と言いましょうか、ネガティブな感情によってね、連絡を返していないっていうわけでは、どうやらないのかなと思います。はい。ではですね、次にお相手の方はですね、このまま待っていればですね、お相手の方からの連絡は来るのかどうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思います。このまま待っていれば連絡は来るのかどうかということです。はい。では、見ていきますが、待っていた方がいいっていうのが出ているので、ちょっとお伝えしていくんですが、まずここですね、ビューフロムアボーブっていうカードで、真上からの眺めっていうカードになるんですが、ゲットザビッグピクチャーということで、広い視野をね、手にするっていうカードになります。まあ、物事をね、視野を広げて、見ようというカードになるんですが、先ほども、フィーリングザワールドっていうところで、お相手の方は、今ね、自分のこの抱えているものを広い視野で捉えようとしていらっしゃる。で、あなたもあなたで、そのお相手の方との関係を広い視野の中の一部として考えた方がいいっていうことなんですね。この広い、ね、こう気球でぷわーっとこう上に上がってですね、いろんな、まあ、地形が見れるわけですね。その地形が見れる中で、このね、なんかこう、この人の目線の先の建物が、これお相手の方との関係だとすると、自分の視野の中のですね、一部にした方がいい。
お相手の方との関係に対して考えること、それをすごい近い距離でね、もうお相手の方のことしか見えていないとか、お相手の方のことしか考えられていないという状況だとね、これ良くないっていうことなんですね。だから他のことにも目を向けながら、一部ではお相手の方のことを考えているような状態で待っていた方がいいっていうことなんですね。だからこれ待ち方を伝えてくれているカードになります。だからすごくそのお相手の方のことしか見えていない状況で待っていると、それが執着に変わってしまって、執着っていうのがあると、例えばこうなってほしいとか、こうしてこうならないとおかしいとかね、自分これだけやってるんだからこうなるはずだみたいなね、なんかそういう執着っていうものがあればあるほど、あなたの望んでいるもの、手にしたいと思っているものは離れていっちゃうわけなんですね。まあよくこのスピリチュアルの世界では、執着を手放せば手に入るっていうような言葉がある通り、執着っていうものはすごくね、何かを叶えるときとか、何かを手にするときにはですね、妨げとなるものなんですね。だからそれを手放すためにも、あなたもね、もちろんお相手の方のことは考えていいんだけれども、それをこう視界の一部として、他のことも見るようにしていった方がいい。例えば自分の生活であったり、もっとこう自分の好きなことであったりね。うん。そういったことを考えながら、その一部でちょっと見ていいよと。だから四六時中考えてるのはちょっとまずいっていうことですね。一日の中で全く考えないっていうふうにしなくていいんだけれども、例えば、まあ数分数時間考えるぐらいだといいんだけれども、それが四六時中になってるのはまずいと。まあそういう執着になってしまっているのでね、うん、そういうふうに待っていれば、ここですね、視野の一部として、ね、待っていればディライトっていうのは、これ喜びっていうカードで、喜びの瞬間が訪れると。これね、2匹の鳥、まあ、2羽の鳥がいますけれども、この2羽の鳥っていうのは2人ですね、2人がこれまた再会して喜びを感じ合っている、そういった瞬間が訪れると。もちろん連絡っていうのが先に来るのかなと思うんですけれども、再会の前にね、うん、だからそういうふうな形で待っていれば、喜びの瞬間にたどり着くことができるっていうことなので、待っていればね、連絡が来ると思います。で、ここですね、マジシャン&ザ・ミラーというカードで、魔術師と鏡っていうカードになります。魔術師というのは魔法を使う人なわけで、まあ、炎の魔法と水の魔法をね、使える人がいるわけなんですが、この魔法の力によって現実が変わってくるっていうことで、今はね、ちょっとこう無理かなとか不可能かなとかね、ああ、もうダメかなと思うようなことも、まるで魔法がかかったかのように現実が変わっていく瞬間が訪れるっていうことで、そのカードの数字が53っていうのが出ているんですね。53。だからまあ、53時間後っていうことも考えられますし、まあ、あと53日後ですね。まあ、この動画をね、見ていただいているタイミングにもよりますけども、53日後っていうことであったり、まあ、あとは、どこを起点に置くかっていうことですけども、例えば連絡をね、取れなくなった、なってから53日後とかですね、連絡を取れなく、まあ、音信不通になってから53日以内にまた連絡が来るようになるとかですね。あるいはこれ、ま、年齢によってはね、53歳を迎えた方っていうこともね、表しているのかもしれないですけれども、まあ、いずれにせよこの53っていう数字は、まだかかるのかなとは思います。そのお相手の方からの連絡が来るまでね。でもそこを待っている間に、先ほどもお伝えした、このね、まあ、視野の一部で、うん。お相手の方との関係を捉えておく、頭の片隅でね、考えておくぐらいになれば、もしかしたらこの53っていう数字よりも早くにね、連絡っていうのが来るのかなと。これは先ほどの執着の話ですね。執着っていうのが手放せるようになっているので、ね、あなたから、あなたの望みっていうものが、こう手に入るようになっていくのかなと思いますので、参考にねしていただければ幸いです。はい、そしてですね、こちらのカードです。ザ・ブルーフレームっていうカードなんですけども、これ全てがね、調和する時がやってくるっていうことで、なんかこうね、なんかこう扉の隙間みたいなところからですね、青い光のなんか人がね、こう迎えに来てくれている通り、これがあなたの待ち望んでいる存在であってものなんですね。それが来るわけですね、あなたのところに。だからあなたはその追いかけていくよりか、今待っておいた方がいいと。うん。で、しかもこのね、青い光の人っていうのは調和を持ってきてくれるので、例えばお相手の方との調和ですね、を運んできてくれる。だからそれを待っていた方がいい。青い光がね、これも差し込んできている状態ですけれども、差し込んでくるまで待っていた方がいいよっていうことなんですね。うん。だからそういったカードも出てはいるので、まあ、今回の結果的にもですね、今、待っている方がいいと思うんですけども、その待ち方ですね、本当に待ち方だけが本当にポイントになってくると思います。うん。
常日頃っていう風なねことになってしまうと、それがねちょっとこう重た、あなたの思いがね本当だったら素晴らしいね美しいものがそれが重たいものになってしまったりだとか、本来だったら届くものが届かなくなってしまったりだとか、ちょっとしたことで苛立ちをね感じてしまい、いいところを見なくちゃいけないのに悪いところばっかり目が向いてしまうとかね、そういった良くない変化をね執着っていうのは起こしてしまうこともあるんですね。だから本当にもういろんな側面で恋を邪魔していきます、執着というのは、だからそれを手放す、まあ一つの訓練というか、まあ練習としてね、一部で考えるようにする、視野の一部で捉えるようにしていくっていうことをね、こう積み重ねていけば、この再会というところには近づいていけるんじゃないかなというふうに思いますので、まあぜひね、まあこの動画を見ていただいたっていうのも何かの縁だと思いますので、まあこう日頃のですね、こう実践に何かこう取り入れていただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、C をお選びいただいた方お疲れ様でした。まあ、リーディングは以上となるんですが、最後はねこちらについてちょっとお話ししていきます。今回はですね、よく買い物をするデパートはということで、まあ、こちらご質問いただいた内容になります。ご質問ありがとうございます。そうですね、まだねあんまりこうデパートで買い物するっていう機会はそうそうないんですけれども、例えばまあ母の日とかね、母の、まあ、誕生日プレゼント買うぐらいの時しかないんですが、まあ、その中でですね、まあ、よく行くとすれば、まあ、行っていたのはよ、西武百貨店とか、あとは、丸い、まあ、丸いのメンズ館とかですかね、には、行っていたかなというところはあるんですけれども、まあ、でもそこまであんまり頻繁に行ってるっていうわけではないんですが、皆さんがね、よく行く、デパート、っていうのはね何かありますでしょうか。あったらですね、ぜひ教えていただけたらなと思いますので、コメント欄に書いてみてください。はい、ということで C をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を、行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、よかったらこちらもですね、概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。